ただいまお送りしている曲はですね、メイデイ、ウィエテンのトゥランハオシャンニー、愛の記憶は突然にっていう曲です。こちらですね、15年かな、日本で発売されたメイデイのベスト版の中にも収録されているので、まあこのよりえりすぐりのね楽曲でございます。まあこの日本で発売されたベスト版にはですね、この曲を押さえていればメイデイの名曲は大体ではないんですけど、もうこの対応できるっていう曲が入っておりまして、まあ、その中にこのジュラン・ハオシャンに愛の記憶は突然にございます。で、最近発売されたメイデイの新しいアルバムにはですね、このジュラン・ハオシャンニーのアンサーソングなのかな、か、まあ、続編の関係する曲が収録されているみたいです。はい、本日も、まあ、台湾のトイレのお話、どういうお話をするかと言いますと、まあ、その私も台湾に行ったことがありますので、何回もこの台湾でのトイレの話、私は実際やった時のトイレの話だったりとか、友達から聞いた話、それから本日はですね、メインでオールアバウトっていうインターネットのサイトにトイレットペーパーが流せない台湾のトイレ事情っていうのがありますので、そちらから台湾のトイレ事情を紹介するとともにですね、最近台湾でもトイレットペーパー、さっきねトイレットペーパーが流せない台湾のトイレ事情っていうふうにこの読み上げたんですけども、実はですね、台湾でもトイレットペーパーを流そうじゃないかっていう運動がですね、このほど始まりましたので、まあ、政府が主導でトイレをね、トイレットペーパーをトイレ便所に流しましょうという動きがありますので、その状況だったり現在の状況だったり、それからですね、このトイレにまつわるほっこりニュースだけでなくて、まあ、そのこのジェンダーフリー、台湾ではそのトイレでジェンダーフリーのトイレっていうのがありますよっていうものをすいません、ご紹介したいと思います。そしてニュースもですね、台湾のニュース、それから沖縄と台湾にまつわるニュースをご紹介していきますので、どうぞ最後まで、今日も台湾の情報をたくさん紹介しますので、まあね、楽しく明るくやっていきたいと思いますので、ぜひとも何かメッセージだったり疑問質問があればもう寄せてください。ぜひぜひ皆さんと一緒にね、この台湾のことを私も勉強しながら、皆さんにも台湾の情報を知ってもらいたいなと思いますので、一緒に楽しく番組をやっていきましょう。ただいま CM をお届けしております。それではそろそろ CM 開けます。
時刻は午後9時13分を回ったところです。この時間は台湾情報バラエティジャッパーベイをお届けしております。さてこの時間からですね、台湾ニュースヘッドライン略して DNH の時間です。このコーナーでは前回の放送から本日までに台湾であったニュースを私ユーナーリンが独断と偏見でチョイスし皆様にご紹介したいと思います。このコーナーですね、最初台湾に関するニュースをご紹介した後にですね、沖縄と台湾に関係するニュースを紹介しております。では早速台湾に関するニュースご紹介したいと思います。遺灰を自然に返すエコ層広まる台北2日中央フォーカス社です。火葬後の遺灰を自然分解可能な容器などに入れ大自然に返す樹木葬や海洋葬など環境に優しいエコ葬が広まっております。14年前から積極的な推進に取り組む台北市では2016年に死亡した人のうち 15.9% がエコ葬を選択。かつて土葬が一般的だった台湾で大きな意識改革が起きております。内政部によりますと2006年にはわずか246件だったエコ葬の数は14年に3910件、15年には9136件と増加。今年3月に亡くなった李元副総統もエコ葬を選んだとされております。台北市の関係者は人々が生と死に対してきちんと向き合うようになり考え方の変化でエコ葬の受け入れ度が高くなってきたと話しております。樹木葬が行われる台北市内の墓地などでは墓参りの日とされる清明祭、今年は4月4日に合わせて合同追悼式を毎年開催しております。台北市政府民生局によりますと今年は音楽会が開かれるとしております。こちら4月2日のニュースですのでもう終わった話ですね。はい、台湾、私もこのニュースで初めて知ったんですけど基本的には土葬が一般的みたいですね。こういう形で遺灰をね自然に返すって日本ではあんまりこの遺言とかでこういう風にしてくださいとかドラマでやりますって話とか聞いたことあるんですけど実際こういう風な遺灰を海に返してとか樹木自然に返してっていう話身内の間では私聞いたことないので、沖縄を含め日本でもやる方は限られてるんじゃないかなと。でもやっぱり台湾は狭い、あんまり大きくないので九州の6分の5だったと思います。6分の5ぐらいの大きさなので、こういう形でですね自然に返すっていう流れになるのも、なんとなく分かるような気は僕はしますね。はい、エコ葬のニュースでした。続いてこちらちょっとニュース記事としてはですね4月6日の、台湾の中央フォーカス社のニュースなんですけどちょっとここは噛み砕いて私なりに説明したいと思いますね。台湾各業界の奇妙な習わし、マンゴーを嫌う業界もということでですね、先月ですね、4日かな?に開業しました、桃園メトロ空港線ではですね、開業初日に、この台湾でのその、子供に人気のお菓子、怖い怖いっていうお菓子がございまして、この怖い怖いの桃園メトロ開通記念のお菓子が無料配布されたんですよ。で、このコアイコアイとは中国語でお利口さんいい子という意味らしくて、で、このコアイコアイというお菓子が機械を扱う会社ではこの機械の上にコアイコアイを置いて、トラブルが発生しませんようにという願掛けをする習慣があるらしいです。で、これをもとにですね、こういう風習が台湾の業界には存在しますよということをこちらのニュース記事で紹介しておりまして、例えばですね、パイナップルはですね、パイナップル、これあれ中国語ではフォンリーって言うんですけど、台湾での中国語ですね、中国大陸での中国語ではフォンリーではないんですけども、台湾での中国語ではですねフォンリーって言うんですけど、台湾語ではオンライって言うんですよね。で、このオンライという言葉にはですね商売繁盛を願う意味があるらしくて、
あんまり商売が繁盛しては良くない業種、例えば消防、まあ、火事が増えたら良くないんですよね。警察、出頭が増えるっていうことは治安が悪化してるってことで、医療機関も患者が多いっていうことはそれだけ病人が多いっていうことで、この、まあ、お客さんができるだけたくさん、とってもいっぱい増えてほしくない業種ではこのパイナップルは嫌われてるみたいです。でそれから、まあ、忙しいと困るので忙しくなるとされているマンゴー、まあ、マンゴーの中国語はマンゴーって言うんですけど、このマンゴーのマンっていう言葉がですね、忙しいっていう漢字のマンと同じ発音なので忙しさを連想させるらしく、マンゴーもこの仕事がたくさん増えては困るような業種では避けられているらしいです。でそれからですね、また違った業種ではですね、あの飛行機パイロット航空業界ではですね、売買と言われるのがあまり不謹慎らしくて、売買ってことはもう戻ってこない意味が含まれるらしく、で飛び立った後にこの帰ってこない、つまり墜落するのを恐れるためにですね、まあ、墜落は中国語でついちーっていう、ついちーっていうらしくて、この発音と似ているついちー、ついじー、このついちーって何かと言いますと、このお酒に漬け込んだゆで鶏、そういうついちーっていう食べ物がございまして、お酒に漬け込んだゆで鶏、このついちーがですね、航空業界では墜落のついちーと発音が似ているため、まあ僕の発音だったらちょっと変化は伝わりにくいんですけど、まあ墜落を意味する、まあ、墜機と書いてついちーって言うんですけど、墜落と発音が似ているこの酒に漬け込んだゆで鶏も嫌われるみたいですね。でさらにはですね、あの薬局とかあの缶オケの業者ではですね、またお越しくださいっていう言葉が、まあその薬局でもまた来るってことは病気が治ってないっていうことなんで縁起が良くないんじゃないですか。で葬儀棺桶の業者もですね、また来るっていうことは誰かが亡くなっちゃうってことなので縁起が良くないということで、顧客に挨拶することがタブーとされているらしいです。で台湾にはこのような習わしは、まあ、迷信なんですけども、すでに広く普及しているため、多くの人は仕事が順調に進むことが最も大事で信じた方がいいと今でも考えられているというニュースがですね、この4月6日の中央フォーカス社に載っておりました。まあ、私なりにねちょっと噛み砕いて説明しましたので、日本でもこういったこの縁起担ぐ習慣ありますよね、まあ、勝つとか、まあ、だから勝負の時にカツを食べるとか、まあ、そういうことがあると思うんですけども、そういう、まあ、迷信とか習わしというのがですね、台湾の各経済の業界にはですね存在するというニュースをご紹介しました。まあ、本日の台湾に関するニュースは以上でございます。まあ、続いてですね、沖縄と台湾に関係する台沖、沖台かな、沖台ニュース、沖縄と台湾のニュースをご紹介したいと思います。まずは琉球新報4月7日配信の記事です。卓球ジャンホンジエが琉球加入、日本リーグ2部、6月から卓球のロンドンリオデジャネイロ、オリンピック女子団体メダリストの福原愛、すいません、ちょっとこれはですね、私飛ばしておりました。リオデジャネイロオリンピック、これダブルス女子かな、団体でメダリストの福原愛の夫でリオオリンピック台湾代表のジャンホンジエが日本リーグ2部で沖縄市が拠点の琉球アスティーダに加入することが7日分かりました。6月からの契約で、契約は2年だそうです。ジェンは4月の世界ランキングで88位、5月に東京で記者会見を開く予定で、琉球は現在実業団が中心の日本リーグにクラブチームとして参加中で、新たに来年秋の開幕を目指している T リーグ加入へ向けて強化をしているとのことですね。まあ、番組でも何回か紹介しております福原愛さんの旦那さんで卓球選手、台湾代表のジャンホンジエ選手がですね、なんとこのほど沖縄の卓球リーグに加盟ということで、僕ちょっと日本の卓球リーグがどのような仕組みになっていて、そもそも沖縄に
卓球のチームが存在したんかっていうのはこれで初めて知ったので、もうちょっとねこれが明らかになって記者会見を開いてきたらニュースが出ると思うので、その時にもうちょっと噛み砕いて詳細の方を紹介しつつ私の方も勉強したいと思います。まあね、もしかしたらジェンさんが沖縄に来て福原愛さんも沖縄に来るかもしれないので、その時はですねぜひともちょっとお目にかかりたいな。まあ会うことはね、お目にかかるとかも会うんで、会うのはあれだから、まあ見ることができればねいいなと思います。ちなみに国際通りのラオックスにはですね、まあラオックスもともと日本の会社なんですけど中国企業が買収してイメージキャラクターとして福原愛さんが起用されているので、国際通りのラオックスにはですね福原愛さんのこの等身大のパネルがあります。まあ、ちなみにラオックスっていうのはこの家電とか売ってる会社なんですけどね。はい、まあそれました。じゃあまた次のニュースご紹介したいと思います。こちら沖縄タイムス4月5日配信の記事ですね。こちら沖縄タイムスに通信員としています中地さんという記者通信員の方がですね書いてる記事でございます。お花見、台湾はピンクの桜、沖縄と同じ1月から3月満開、蒋介石ゆかりの公園が名所。台湾を代表する台北市郊外の陽明山国家公園では寒緋桜が1月から3月にかけて満開になります。公園内には日本統治時代に植えた琉球松の古木、台北市から公園へ登る登山ルート沿いには琉球松並木があり、登山客やピクニックの家族連れを喜ばせています。台湾在住の沖縄県出身者らはオラが故郷の植物が台湾の風物詩となっているとホクホク顔で顔です。でこの陽明山はですね温泉地としても有名なんですけども、陽明山公園は日本統治時代はこれは大帝山公園と呼ばれ、大トン山ですね、大トン山公園と呼ばれ温泉地でも有名でありました。1950年蒋介石が陽明公園に改名、85年には台湾第3番目に国家公園に指定されました。今では登山、ピクニック、温泉、環境教育などで市民が賑わう公園となっております。で中腹には蒋介石の別荘もあり、山全体が高級別荘地ともなっています。頂上の、七つ星山は1120メートルで約3時間で登れる市民の登山コースがございますですね。この陽明山すいません、ちょっと咳がですね、この陽明山まるで沖縄のヤンバルのようだと書いてあります。台湾の寒緋桜は名護市や本部町の彦山桜と同じ種類、説明版は台湾では、山王花、山桜に花と書いて山王花、または寒緋桜と呼ばれている、原産地は台湾と記されています。日本統治時代の1920年頃にですね、台湾に造林業を広めるため宮古島、八重山島から移入されたのが琉球松みたいですね。で公園内の琉球松の古木には琉球松、原産地は八重山と表記されており、保全に力を入れているそうです。で90年頃松食い虫の被害で減少しましたが、台北市街から陽明山を登る登山ルート沿いにはわずかばかりの並木が残っているとのことです。でこの陽明山の琉球松に対してですね、これ東吾大学、台湾の東吾大学で先生をなさっている永田、これ正美であってんのかな、永田正美か、もしかしたら長田正美先生かもしれないですね、は彦山桜と琉球松に接するとまるでヤンバルにいるような気持ちですねというふうに語っております。この陽明山ですね、台北市の郊外にありますので台北から近い山となっていて、まあ、僕も台湾に行った時にここで初日の出見れたらいいなとか思ったので、またね次回行く時はこの山に登って山から見える初日の出を拝みたいなと思っている、この陽明山です。はい、まあ僕も行く機会がありましたらこの彦山桜、寒緋桜、それから琉球松
見てみたいなと思います。はい、以上沖縄と台湾に関するニュースをご紹介しました。はい、ではですね、またまた本日2曲目おかけしたいなと思います。本日2曲目はですね、あの JPM というアーティストの雪の中のバラじゃないナーブーシーシュエツォンホンっていう楽曲があります。こちらの楽曲はですね、まあこの JPM 日本でもこのアルバム出しておりますので、そのアルバムの中にも収録されている曲となっております。では、お届けします。 JPM でナーブーシーシュエツォンホンです。どうぞ。そしてツイキャスも復活しました。ナブシシュエツォンホン、この曲はですね、何かエピソードあるかな。これ JPM、3人のアーティストなんですけど、それぞれの頭文字まあ、中国語はシャオジエ、シャオジエさん、ワンズ、マオディ、この3名からなるアーティストなんですけど、マオディ、毛の弟って書いてマオディで、王子って書いてワンズで、それからシャオジエ、小さい、これは何だろう、人面にちょっと難しいんですけど、その彼らの英語のニックネームを取って JPM っていう名前になっております。ちょっとこの曲にまつわるエピソード、この曲はですね、楽曲情報、ダンスがね結構かっこいいダンスとなってるんですけど、なあ、ブシシュエツォンホン、エピソードがあんまりないな。あー、なるほど、はいはいはい、ですね、台湾のアイドルユニットのバンバンダン、ボーボードーと書いてバンバンダンっていうアーティストがいまして、アイドルユニット、そのアイドルからですね3人、その3人が結成したユニットがこの JPM ですね。あれは雪の中の紅じゃないってタイトルは、別れて寂しいどころか心が痛くて血が流れてるっていう意味らしいです。
藤井のブログっていうブログ、台湾で2年暮らし、日本で帰国後も台湾の魅力にハマりっぱなしの30代によるブログですっていう、この藤井さんの藤井のブログっていうのところにですね、この JPM のナーボーシーシュエソンホーンのね、ちょっと簡単な解説が書いてありますね。この曲はですね、中国語は読めない、別の、まあまあ本人たちの曲じゃなくて別のアーティストさんの曲らしいですね。まあ詳細は書いてあるので、ちょっと後でナーボーシーシュエソンホーンで検索したら出てくると思うので、気になった方はチェックしてみてください。時刻は午後9時、まもなく34分を迎えるところです。この時間は台湾情報バラエティジャパベイをお届けしております。さて、この時間はですね、メイントピックといたしまして、題しましてですね、知られざる台湾のトイレ事情ということで、台湾のおトイレの話、おトイレ、お手洗いか、お手洗いのお話をしたいと思います。まあ、お食事中の方、別に汚いお話をするわけではございませんので、台湾のトイレ事情を紹介するだけですので、まあ、まあまあまあ、ちょっと お食事中に聞いてる方ですね、まあ、差し支えない程度で聞いてくれればと思います。はい。まあ、ラジオの BGM ではですね、トイレの神様 BGM にかけております。はい。ではですね、まず、台湾のトイレどういう風になっているんだ、台湾に行ったことない人が、は、台湾のトイレって一体どうなってるんだってちょっとね、気になる。まあね、トイレなんていうのは実際現地に行かないと気にしない人も多いと思うので、じゃあその台湾のトイレがどうなってんのかっていうものを紹介したいと思います。ただその前にですね、先にこちらのニュースをご紹介したいと思います。ですね。トイレットペーパーは流そう。台湾でトイレ改革。政府主導で本格始動。こちら、3月15日、台北中央フォーカス社の記事です。行政院、日本でいう内閣の環境保護省は14日、トイレットペーパーを便器に流すことを奨励する政策の本格始動を宣言しました。衛生改善が目的で国民の意識改革を求めております。台湾では使用済みのトイレットペーパーはトイレットペーパーやティッシュペーパーは流さずに備え付けのゴミ箱に捨てるのが一般的であります。水溶性の商品があまり普及していなかったのがその原因ですが、これまでにもたびたび不衛生さを問題視する意見が上がっておりました。李王元所長はこれを機に習慣を変えてほしいと強調。水溶性の商品を使うことによる下水設備への影響はないとし、鉄道事業者や旅行、製紙業界らに協力を求めました。公的機関などが管理するトイレでは、6月にもトイレットペーパーを便器に流せるようになる見込みです。製紙業界の関係者は業界全体での協力を約束し、トイレットペーパー自販機で販売している商品を近くにも水溶性に切り替えるとしております。まあ、このニュースからわかるようにですね、かつて、まあ今まではですね、台湾ではトイレットペーパーは便器に流さないものだって言って流さないのが基本だったんですよ。でもまあ友達にその話を、台湾人の友達に、台湾ってトイレットペーパー流さないんだよねって聞いたら、うん、流してるよ。みたいなことを言ってたんですよ。で、こっちに書いてあるのがですね、水溶性の商品があまり普及していなかったって書いてるんですけど、他の理由としてはですね、配管、このトイレのね、汚水とかが、汚物とかが流れる、この配管が細くて、しかもかつ流れない、溶けるのが悪いトイレットペーパーを流すと、詰まるという理由が、まあ、最も大きな理由らしくてですね。この6月にもトイレットペーパーを流せる便器になるって書いてあるのはですね、多分配管をですね、もうちょっと太くて流せるように、トイレットペーパーを入れても流せるような感じで配管を多分変えるっていう意味だと僕は思うんですけども、でも今でもですね、一部の場所では、現在でもトイレットペーパーを流せるところはございますので、で、多少流してもね、
問題はないです。まあ要は詰まるから流さないでっていうことだったので、でこれをシフトチェンジして流していこう、日本のトイレみたいに流していこうという動きがあるぞというニュースだったんですけど、まあそんなこんなでですね、実はこのことがですね、先日の3月27日の沖縄タイムスにもですね、そのことに関する記事が載っております。こちらはですね、まあ、台湾では個人トイレ宅にもですね、あの便器のそばに小さなゴミ箱があって、そっから捨てるのが一般常識ですというふうに書き方とかされているんですけど、まあそういうニュースが載ってるので、もし沖縄タイムス撮ってる方で3月27日の新聞がある方はですね、こちらにちょっとその通信員の方が台湾のこのトイレットペーパー、さっき言ったニュースを噛み砕いて紹介している記事がございますので、ちょっと今回は省略割愛させていただくんですけど、気になった方はですね、私ホームページの方でもチェックできましたので、沖縄タイムスのホームページでもちょっとチェックしてみてください。ではまあそんなこんなで台湾のトイレなんですけど、じゃあ気になる台湾の公衆トイレって一体全体清潔なのか、あ、ちなみに今からね紹介するニュースっていうか情報はですね、オールアバウトというインターネットのサイトがございまして、そこのオールアバウトの旅行の面の台湾の情報のところに載っている情報ですね。こちらにはトイレットペーパーは流せない台湾のトイレ事情というふうに書いてあるんですけど、まあさっきニュースで紹介したように、これからの台湾ではトイレットペーパーは流せるようになりますよということなので、まあその辺も触れながらご紹介したいと思います。まあ、台湾のトイレ、清潔なところと清潔じゃないところがありますよと紹介されていて、で、その清潔なところの一例として、小籠包で有名なディンタイフォンの本店と書いてあります。本店ちょっと場所どこか僕わからないんですけども、ディンタイフォンの本店はですね、なんと一人使用するごとに清掃するらしいです。で、トイレは二つしか存在しないので、一方使ったら清掃してる。一方使ったら清掃してるってことなので、だいたいどちらか一方が清掃していることになっているらしくて、常に列ができているそうです。で、この台湾のトイレ、清潔か清潔じゃないかっていうことを私の今までの経験で言いますと、まあ、大体の宿泊施設、僕は宿泊施設というと基本的にはこのバックパッカーが泊まるようなこのゲストハウス、一つの部屋にベッドがたくさんあって、まあ簡単な仕切りが仕切られており、そこにたくさんの人が泊まるというゲストハウスのに大体泊まってるんですけど、僕が今まで泊まったところはですね、びっくりするほど汚いっていうところはなかったですね。ただ一箇所泊まったところがトイレの鍵が閉まらないとか、変な感じなのあったり、ちょっとこれ流すところ壊れてんじゃねえかみたいなのあったんですけども、基本的にはそんなに泊まるところのホテルとかのトイレはあんまり汚くないとは思います。で、それから、どうだろう、一般的なトイレ、公衆トイレはどうなっているかと言いますと、まあ、駅のトイレはですね、そこまで汚くはないかなと。でもね、こっちにも書いてあるようにですね、台湾では今でも洋式トイレの便座に靴で登って用を足す人がいるらしいです。なので、あんま、一回拭かないと汚いみたいなんですよ。沖縄でもですね、一部、その中国語表記されている、説明が書いてあるトイレ、トイレの使い方はこんなですって表記されているのが沖縄にもあるんですけど、そこに、便座の上には登らないでくださいって、確かに中国語で正し書きがされているように、台湾では、この洋式トイレスタイルでやる人がいるらしいですよ。私もこれね、聞いたことないからわからないんですけど、便座の上に座って用を足す方がいるそうです。なので、拭いた方がいいですよって、この公衆で使うようなトイレは、拭いた方がいいですよって書いてあります。で、公衆トイレ、綺麗な、観光施設。一般的に観光客がたくさん来るような場所のトイレは、綺麗になっております。しかし、観光客あまり来ないような施設の、トイレはやっぱり汚いです。まあ日本も公園の便所とか汚いじゃないですか。そんな感じで台湾も公衆便所はもう汚いですね。で、トイレットペーパーもないので自販機で買うっていうようなところもあります。で、さらには別にそんなに汚くはないけど、でもトイレットペーパーがないっていうところがあるんですよ。
まあ、じゃあどうやってトイレットペーパーを用意するんだっていうと、その場合大体が購入する自販機があって、さっきニュース記事でこの製紙業界の自販機のもう水溶性のトイレットペーパーを販売するって書いてあったように、自販機があるんですよね。自販機があるところと、さらには入り口のところにとても巨大なトイレットペーパーがありまして、大きさ的に言うと、この手を乾燥させる、なんだろうあれ、あの手を乾燥させてブーってなるやつがあるじゃないですか。あれと同じぐらいの大きさのトイレットペーパーみたいなのがありまして、そこで最初に必要な分だけいっぱい取ってトイレの個室に入るっていう場所があるんですよ。ちなみに僕がそれを体験したのは台湾大学ですね。台湾大学、台湾で一番頭のいい台湾大学の、まあ台湾大学もいっぱい塔があるんですけど、ちょっと前からある塔はですね、こういう入り口のところでガラ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 ってトイレットペーパーたくさん取って個室に持っていくっていうスタイルでしたね。な、そういう風なトイレもまだありますよっていうことをちょっと予備知識として入れておいてほしいんですけど、で、それからトイレットペーパーは流さないってこちらにも書いてある通り、今はですね、流さないところが多いらしくて、で、大きめのゴミ袋だったり、必ずトイレの中にはトイレットペーパーを捨てるゴミ箱があるんですよ。まあ、2、3枚ぐらい流したって大して変わらないんですけど、基本的にはゴミ箱に入れてくださいというふうになっております。で、この捨て方にもですね、エチケットがあるらしくて、地元の人は使用済みのトイレットペーパーを捨てるとき、ただ捨てるのではなく、見た目が汚くないように汚れた方を下にして捨てているらしいです。で、これが小さい頃からの習慣みたいで、なので、この台湾で用を足してトイレットペーパーを捨てるときはですね、拭いて汚い方向を下にしてゴミ箱に捨ててくださいね。はい、で、これではですね、ウォシュレットあるんですかって書いてあるんですけども、日本人が多く泊まるホテルには全室ウォシュレット完備というところもあるらしいです。まあ、そのホテルがですね、パレ・ド・シン・ミラマーガーデン・サン・ワン・レジデンスホテルっていったホテルはですね、全室ウォシュレット完備で、高級ホテルだけでなく、新しく作られたユースホステルやビジネスホテルにもウォシュレットがあるそうですらしいですね。まだ見たことはないんですけども、ウォシュレットがあるところもあるよとのことです。でですね、そんな台湾ではですね、まあまあ、そのなんでこのトイレットペーパーを流すようにしようかってなったかっていうと、さっき多分ニュースの記事にあったように、やっぱりね、この汚いところをね、汚物を拭いたものをずっとトイレに置いてるってことは、下手したらね、夏とか台湾暑いし湿気高いから匂いが出てくるんで、まあ、ちょっとこれ不衛生だろうってことで流せるようにしようというふうな動きになったわけなんですよね。で、そんな台湾のトイレなんですけど、実は台北市では綺麗なトイレを表彰するコンテストがあるみたいです。台北市は市民が安心してトイレを使えるように毎年綺麗なトイレを表彰しています。2015年12月に発表されたものによりますと、6年連続として優秀と認められているのが、孔子廟コンツーミャオのトイレや、シティリンク松山店が素晴らしい最優秀賞に輝いているみたいです。で、観光客が使いそうなトイレをピックアップしましたということでですね、レストラン部門の最優秀トイレがザ・リージェンシー台北のトイレで、で、デパート部門の最優秀トイレがシティリンクの松山店、で、交通部門最優秀トイレがガオティエ台湾新幹線の台北駅のトイレとなっているみたいですね。結構ね、あるみたいですよ。で、ちなみに台湾のね、トイレ、流すボタンが、日本だと右側についてる場合とか、表の左上についてる場合が多いんですけど、台湾は上についてる場合が多いですね。で、多分ですけど、ボタンが丸くなっていて、真ん中からスパンと分かれていて、右左になっているんですよ。で、まあ、どちらでもいいんで、一方を押せば、小の方。二つ押せば、大の方なんじゃないかなと、僕は勝手に思っておりますよ。ちょっとここ台湾人に聞いてないんでわかんないんですけど、まあそんな感じになっています。で、これさっきの綺
綺麗なトイレに関するニュースで、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、羽田空港にはですね、この清掃員として有名なおばさんがいるんですよ。この方、これシンツハルコかニーズかわからないですけど、多分シンツかな、ハルコさんっていう方がいらっしゃって、でその方はですね、羽田空港を通算4回の世界一清潔な空港に導いた敏腕清掃員としてですね、まあ、僕はテレビでご覧になったことが、拝見したことがあるんですけど、このシンツハルコさんがですね、台湾鉄路管理局台鉄の招待で台北駅を視察したみたいで、で公衆トイレ、この台北駅に対して40点っていう評価をつけたらしいです。まあ、羽田空港を清掃しているニーズハルコさんにしては40点みたいですね。で、このニーズさんは20年以上にわたり羽田空港で清掃員を務めており、1997年に出場した全国ビルクリーニング技能競技会で最年少優勝の実績を持ち、羽田空港を世界一清潔な空港へと押し上げたと。で、NHK のプロフェッショナル仕事の流儀にも出演されたみたいですね。っていう風な感じで、このシンズさん、あ、ニーズさんかな、ニーズハルコさんからしたら台湾の台北駅のトイレは40点みたいです。まあ、そんなニーズさんが清掃している羽田空港のトイレをね、比較して、まあ、台北駅の公衆トイレがどんな感じなのかなっていう風に想像できるかと思います。はい、いやー、ちょっとね、時間がなくなってきたんですけども、じゃあ簡単にですね、またまたトイレに関するニュースがね、ちょっとあるので紹介したいんですけど、台湾はですね、この番組でも何度か紹介している通り、結構この LGBT に対して積極的にですね、この認め合おうという社会がございまして、まあレズビアンの人、ゲイの人とかが普通にたくさん街にいて手つないでるのとかある光景見られるんですけど、まあ今の蔡英文政権でですね、同性婚を認めようという動きもある中でですね、台湾の中学校にジェンダーフリートイレというものが設置されたんですよ。このニュースはですね、昨年11月21日の中央フォーカス社の記事なんですけども、台北市立民生国民中学で台湾の中学校として初めて性別に関係なく誰でも利用できるジェンダーフリートイレが設置されたみたいです。まあね、こちら、プライバシー性を保つために、小便器を含めて全て個室化し、明るさにも配慮したとのことなんですけど、まあそういう形で、こう、トイレも、ジェンダーフリー、この LGBT に配慮した形になっている、まあ台湾社会を映し出しているということですね。で、それから、また全然違うニュースなんですけど、こちら最近のニュースなんですけども、トイレで溺れかけていた猫、児童に助けられ学校のアイドルにと。こちら2月3日の記事なんですけども、まあ、12から13年前に校内の洋式便所に入って溺れかけていたところを児童に助けられ、それから学校で飼育されている猫ちゃん。ドゥドゥという名前らしいんですけど、台北市内の学校の初代学校猫として在校生のみならず保護者や卒業生からも愛されているというニュースですね。トイレで溺れかけていた猫ちゃんを助けて、その猫が学校のマスコットキャラ的になっているという、なんとも微笑ましいニュースでありました。まあそんなこんなんでですね、台湾のトイレ事情さっとお話ししたんですけど、まあ、台湾に行かれたことがある、これから行く方はですね、この話をちょっと参考にして、台湾のトイレ、あ、こういう、まあ、ユーナーリンが言ってたのはこういうことなのかっていうのをね、実際トイレに行って確かめてみたいなと思います。僕もね、実は台湾のトイレエピソードとしましてはね、なんかどこだろう、台湾のなんかよくわからない、まあ、僕が学生団体、大学時代にですね、所属していた時に、まあ、連れて行かれた観光施設があって、そこはね、ものすごくトイレがね、汚かった。トイレットペーパーもさ、買わないといけないところだったので、お金もさ、置いてきちゃって、でもめちゃめちゃお腹痛いな、トイレしたいな、トイレしたいな、でもトイレ行ったらめっちゃ汚いってなって、結局トイレできなかったんですけど、なので、団体行動ね、旅行でされる方はですね、ちょっとトイレ気になった方は、
確実に、これ別に台湾だけじゃないんですけど、旅行先でトイレ事情っていうの、これとっても大事なこと。旅行してる時にね、お腹の調子悪くなったり良くなったり、ちなみに僕先日台湾に行った時めちゃめちゃ下痢でトイレ大変だでした。なのでトイレ事情というのはですね、予備知識として入れる他に、まあその施設の人にね尋ねるように皆さんした方がよろしいんじゃないかなと僕は思います。はい、以上台湾のトイレ情報を本日はお届けしてまいりました。はい、エンディングいきたいと思います。その前にですね、メッセージ来ているので紹介したいと思います。空軍1号さんから、防護ポンフーですねと台湾本島を結ぶ船が鍵チャイ沿岸で座礁したそうです。現在357名の救助を待っていると現地報道されていますとのことで、多分これ最新ニュースだと思いますね。ありがとうございます。このニュース多分またね、日本でも報道されるんじゃないかなと思うんで、詳細がはっきりしたらね、私の方もチェックしたいなと思います。皆さん無事で、結構ね台湾のこの交通、最近ですと飛行機、トランスアジアの飛行機が 2,3 年前落ちたっていうニュースとかあったので、ちょっと心配です。はい、無事を祈っております。でそれからブンブンさん、ウイロー紙タバコについての感想をって、あ、ビンローですね、ビンローという紙タバコがあるんですよ。このヤシみたいな果物になんか粉みたいなの詰めて、これを噛むと興奮作用があるらしいんですけど、残念ながら私このビンローまだちょっと挑戦したことがないみたいです。まあ俗にこちらに書いてあるように、ブンブンさんがおっしゃるように紙タバコって呼ばれてるんですけど、私まだ挑戦したことがないので、次台湾に行って誰か紙タバコしたことがある人がいたらちょっと挑戦したいなとも思っております。それから日本高松マリーさん、トイレは重要。そうですね、トイレとっても大事なので、台湾旅行される方はね、今日の話を聞いて、あ、台湾のトイレ事情こうなんだなって参考にしてもらえれば嬉しいです。皆さんツイキャスのコメントありがとうございます。そろそろね、もう番組も1分前になりましたので、この辺で締めたいと思います。皆さん今日も聞いてありがとうございました。次回の放送はですね、再来週の21日予定しておりますので、その時にはですね、ちょっとね、またね、日本でそのデビューした台湾のアーティスト、グループについて CD が手に入ればそこを紹介したいなと思います。それからチロルチョコの台湾のやつがあるので、それも入手できたら実際こっちで食べて食レポしたいなと思っておるので、再来週もぜひ皆さん聞いてください。台湾情報バラエティジャパベ、お届けしたのはユナリンでした。皆さん再来週もぜひ聞いてくださいね。それではまた再来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ、再见。空軍1号さん、ありがとうございます。新しい速報ニュース、来週もまた、来週じゃない、再来週もまた楽しくお届けできればなというふうに思っているので、よろしくお願いします。それではこの辺で失礼します。また再来週聞いてくださいね。